こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて今回は有村兄弟についてのお話です。さあ誰だという思った方ですね。実はもうセゴドンには登場してるんですね、一人だけ。有村俊斎という方が、本編では登場をしています。演じているのは高橋光臣さんですね。熱き冒険者、冒険レート。お姉さんからいきましょうか。お姉さんは鉄と言いまして、実は東郷平八郎の、奥さんになるわけなんですね。まあ、明治になってから活躍する方の奥さんになるわけなんですが、有名な弟が2人います。まず1人目ですね、有村祐介という方になるわけです。ちょっとまだマニアック度合いが高いのかな。この弟の有村祐介なんですが、大老井伊直介が暗殺された際、いわゆる桜田門外の変の時にですね、京都大阪でその桜田門外の変に呼応をして、挙兵をしようと図る方なんですね。ただですね、薩摩藩によって捕らえられて薩摩に送られてしまい、最終的には切腹をさせられてしまいます。その一つ下の弟、有村治左衛門という方になります。もう名前聞いただけでピンときた方は歴史大好きな方ですよ。桜田門外の変で井伊直弼を襲撃したグループの一人です。さらに言わせていただくと、そのグループの中でも、井伊直弼の首を切り落とした人物になるわけです。直弼の籠を最終的に襲って、路上に引きずり出し殺害をし、死球を挙げることになるわけです。ただですね、この有村治左衛門なんですが、その後、刀の切っ先に直弼の首をつけ、首を刺して、持ち帰ろうとしたところ、井伊家の共回りの者にですね、切りつけられて重傷を負い、最後は引きずるような形で移動しようとしたものの、最終的には力尽きて死んでしまうという人物です。この大老井伊直弼の襲ったグループ、さらに殺害した人物というのは薩摩藩の、もうすでに登場した人物の弟さんになるわけなんですね。はい、では当の有村俊斎はと言いますと、まあ、江戸詰めを命じられてからですね、小石川の水戸藩邸に出入りをし、藤田東湖、戸田中太夫というような人物の元で尊王論を学びます。そして尊王論がかなり強くなるわけですね。で、安政の大獄でいわゆる粛清が始まると、西郷とともに、まあ、お坊さんである月照という方を保護して帰国。一時は脱藩をして関白や京都諸子大の暗殺を計画します。ただですね、藩主の島津重久からいさめられると計画を中止するわけなんです。そして有村俊斎は文久2年、島津久光に従って上洛をします。この際に西郷失脚の原因を作ってしまうわけです。島津久光というのは西郷隆盛に対して下関待機の命令を下しているわけです。この下関待機の命令を破って西郷隆盛は京都に勝手に入ってしまうわけなんですね。この動静を有村俊斎が島津久光に伝えてしまうわけです。今西郷はどこにいるという答えに対して、京都にいますと答えてしまった俊斎、それに対して久光は激怒し、西郷隆盛を、島流しにしてしまうことになるわけです。もう一つ、それが生麦事件。まあね、事件の概要は簡単ですよ。あの、久光の行列にどん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 こう馬に乗ったイギリス人が殿様のカゴに近づいてくるわけなんですね。まあ、殿様というか久光のカゴに近づいてくるわけなんですね。で、なんとか阻止しようとするものの、あまりにも近くなりすぎてしまったために、刀を抜いてイギリス人に切りつける。この際ですね、負傷して落馬したチャールズ・リチャードソンという人物がいるわけなんですが、このチャールズ・リチャードソンにとどめを刺したのがこの有村俊斎になるわけです。そしてこの殺害によって薩摩はイギリスと薩英戦争という流れになってしまうわけなんです。まあ、ドラマ中ではね、西郷吉之助の豪中教育の仲間として幼なじみのような扱いを受けてはいるんですが、まあ、実際はね、西郷吉之助の5歳下になるので、まあ、ちょっとね、同じ教育を受けたかと言われるとちょっと疑問が残るかな。まあ、その辺はドラマとしてね、見ていただけると非常に面白くなるんじゃないかなと思います。
はい、ということで今日は有村俊斎と、まあ、その兄弟についてのお話をさせていただきました。幕末のね、この歴史の転換に大きく関わってくるこの兄弟たちなんですが、さあ果たしてこのね、大老井伊直弼を殺害する有村次左衛門、さあ誰が演じることになるんでしょうか。今から楽しみです。ということで今宵のどうでしょうはこれまででございます。